元気があれば何でもできる実況アナウンサーの鍵野孝彦です。今回は大相撲の朝乃山、その再生計画と題しましてお伝えをさせていただきたいと思います。さあ、それでは早速お届けいたしましょう。今回はですね、元大関の朝乃山再生計画という、そういったテーマでご案内をさせていただきたいと思います。久々ですね、今場所大相撲の名古屋場所が始まりまして、3段目まで落ちた元大関でございます朝乃山。まあ当然のことながらですね、連勝スタートということで、まあ格が違いますよね。ここからです、ここからなんですね朝乃山。まあ以前ですと交渉制度というのがあって、ここまで落ちることはなかったんですが、その交渉制度が廃止されました。確か、北の海理事長の時代に廃止されたものと思われます。そして現在に至るわけなんですね。で、まあ先般ですね、照ノ富士が序二段まで落ちて、そして復帰をし、なんと大関返り咲きのみならず、その先におります最高峰の横綱まで極めたという、そういった前例まであるんですね。ですからこの朝乃山にはそのですね、例に倣っていただいて、大関に戻り、さらにはその上の横綱を目指していただきたいと思います。そのための再生計画です。当然ご本人もいろいろ考えていることと思います。照ノ富士との違いは、朝乃山はですね、怪我をしてないということです。照ノ富士は病気、まあ、糖尿病、そして膝の怪我、この2つがありました。ですからこれを治しながら再起をかけていたということなんですね。朝乃山の場合はちょっと問題を起こしてしまいました。ですから体には異常はないんですよ。体の異常はありません。という点ではですね、まあ、照ノ富士よりも条件はいいと思うんですよ。照ノ富士は序二段、朝乃山は3段目からのスタートということになるんですね。さあ、その朝乃山なんですけれども、どういった再生計画がいいかと、私が思う再生計画はやはりですね、白星が一番の薬なんですよ。この大相撲の世界というのはね、勝つか負けるかによって大きく違うわけじゃないですか。勝っていただきたい、当然のことながら、ずっと勝ち続けていただきたいわけですよ。幕の内に戻るまで全部勝ち続ける、これが私はですね、条件ではなかろうかと思うんですよ。まず今場所3段目で全勝優勝する、来場所は幕下に上がります、そこで2場所連続の全勝優勝すれば、ここでもう21連勝なんですね。その後十両に上がって、おそらく最短でも2場所は経験しなきゃならないと思うんです。ここを全勝で乗り切っていけば、なんと51連勝なんですよ。こうなってくるとですね、当然マスコミも騒ぐと思うんですよ。幕の内に返り咲いたその朝乃山、どこまで星を伸ばすんだということです。51連勝となると、すぐ目の前にあるのは千代の富士、元大横綱千代の富士の53連勝でございます。これを3日目で更新することができるわけなんですね。連勝記録は双葉山の69連勝、2番目が白鵬の63連勝でございます。もし3日目千代の富士の記録を抜いて54連勝になった場合、残り9番勝てばいいんですよ。9番、これはね、至難の技だと思いますよ、幕の内でね。ただこれをもしやってのけたとすると、いよいよ双葉山の記録ということになるわけですよ。そこまで持っていっていただきたいですよね。ですから最低でも幕の内に返り咲くまでは負けなしで突っ走ってほしいというのが私の希望なんですよ。必然的にもマスコミも騒ぎますから、絶対に51連勝となると、まず千代の富士の53連勝だと、千代の富士の53連勝は幕内での53連勝、これを3段目からと比較していいもんだろうかぐらいのですね、議論が出れば面白いんですよ。そうなってくると、嫌がおうでも朝乃山に注目が集まるわけですね。そうすればその朝乃山を見に国技館に足を運ぶお客様が増えてくるということになるじゃないですか。これが私の思う一番いい朝乃山の再生計画になるんじゃなかろうかというふうに思っております。できればこのままずっと突っ走っていただいて、白鵬の記録を破り、さらには
双葉山の記録更新なるかというところまでいけば、もう大相撲はですね、この話題で持ちきりということになると思います。まあそこまでうまくいくかどうかは分かりませんが、ただしですよ、元大関ですから幕内に帰りたくまで十両まで全勝ということは、これは不可能ではないと思うんです。ですからぜひやっていただきたい。51連勝で幕内を迎えると、果たしてどこまでその連勝記録は伸びるんだというね、そういったキャッチコピーが出るぐらい朝の山には頑張っていただきたいと思います。今の取り口を見ると、さすがは元大関だなという取り口をね、2番見せてくれました。まあこのまままず今場所は全勝優勝を成し遂げていただいて、来場所以降幕下、そして十両ですから都合5場所で卒業して、来年の夏場所では再入幕を果たしてほしいですね。そうなりますといよいよ話題沸騰でどこまで伸びるんだと、幕内に返り咲いてそのまま幕内最高優勝を成し遂げるのか。照ノ富士は再入幕で幕内最高優勝を成し遂げました。こうなってくると本当に面白いと思うんですよね。ずっと勝ち続けるということは、いわゆる3段目幕下十両十両5連覇ですからね、こういった意味でも面白いんですよ。こういった話題の作り方っていうのも私は面白いと思うんですよ。これができるのは今朝の山だけなんです。ですからもし朝の山崎見ていたら、これやってのけてください。幕内に帰りたくまではずっと勝ち続けて51連勝で来年の夏場所を迎えてください。再入幕です。そしてどこまで星を積み重ねるのかということで、お客さんをたくさん集め、そしてまた勝ち続けてください。これは私はせずに願っております。そして最終的には大関に返り咲き、最高峰の横綱を目指していただきたい。そうなってくるとですね、どん底まで落ちた2人が東西の横綱なんてなるとね、非常に面白いと思うんですよ。こんなサクセスストーリーはかつて見たことも聞いたこともございません。ぜひ朝の山関成し遂げていただきたいと思います。ということで今回は元大関朝の山、その再生計画というテーマでご案内をさせていただきました。この辺りでご無礼を。元気ですか？元気があれば何でもできる、元気があれば発信もできます。実況アナウンサー柿野孝彦です。よろしくお願いいたします。バカぞー